クリス。いや、ブイ。俺はあんたを、死を超える。カイト、君と戦う時が来ることは分かっていた。だが、私の邪魔をするなら、容赦はしない。デュエル。俺のターン。さあ、ハンティングの始まりだ。装備魔法発動、ギャラクシーゼロ。現れろ、ギャラクシーアイスボタンドラゴン。赤まく銀河よ、今こそ怒涛の光となりて姿を現すがいい。降臨せよ我が魂。ネオギャラクシーアイスフォトンドラゴン。ネオギャラクシーアイスの効果発動。このカード以外のカード効果を無効にする。フォトンハウリング。ターンエンド。さあ、貴様のターンだ。私のターン。ドロー。ソーラーウィンドジャマー。モンスターを伏せる。私はこれでターンエンド。どうした、君のターンだぞ。さあ、ハンティングの始まりだ。俺のターン。ドロー。装備魔法発動、ギャラクシーゼロ。現れろ、ギャラクシーアイスフォトンドラゴン。魔法カード発動、ギャラクシーエクスペディション。デッキからレベル5以上のフォトン、またはギャラクシーモンスター1体を守備表示で特殊召喚する。いでよ、ギャラクシーナイト。闇に輝く銀河よ、復讐の鬼神に宿りて我がしもべとなれ。エクシーズ召喚。降臨せよランク8、ギャラクシーアイズサイファードラゴン。銀河の光の導くところ、新たな世界が開かれる。天孫降臨、アーマードエクシーズ召喚。現れろ、新たなる光の化身、ギャラクシーアイスブルーアーマーフォトンドラゴン。ターンエンド。さあ、貴様のターンだ。私のターン。召喚、または特殊召喚に成功したアークジェットライトクラフターの効果発動。自分墓地のレベル8以下の機械族モンスター1体をレベル9にして守備表示で特殊召喚する。ソーラーウィンドジャマー、我の天空に現れろ。そして勝利の光を照らせ、ナンバーズ9。天外星第三スフィア。今はまだ私が動く時ではない。ターンエンド。俺のターン。ドロー。ランクアップエクシーズチェンジ。降臨せよランク9、ギャラクシーアイズサイファーブレードドラゴン。オーバーレイユニットを一つ使い、ギャラクシーアイズサイファーブレードドラゴンの効果発動。ネオギャラクシーアイス第2の効果発動。オーバーレイユニットを一つ使い、フィールド上のオーバーレイユニットを全て吸収。このターン攻撃力を上げ、さらに吸収した数だけ攻撃できる。バトルだ。ネオギャラクシーアイスフォトンドラゴンの攻撃、アルティメットフォトンストリーム。ダイソンスフィアの効果発動。オーバーレイユニットがゼロで攻撃されるとき、墓地のモンスター2体をオーバーレイユニットとして復活させる。
その攻撃は届かん。ダイソンスフィアの効果発動。このカードにオーバーレイユニットがあるとき、バトル中に一度相手の攻撃を無効にする。ネオギャラクシーアイスフォトンドラゴンの攻撃、アルティメットフォトンストリーム。その攻撃は届かん。ダイソンスフィアの効果発動。このカードにオーバーレイユニットがあるとき、バトル中に一度相手の攻撃を無効にする。行け、攻撃だ。その攻撃は届かん。ダイソンスフィアの効果発動。このカードにオーバーレイユニットがあるとき、バトル中に一度相手の攻撃を無効にする。ターンエンド。私のターン。ドロー。私はダイソンスフィアの効果を発動。オーバーレイユニットを一つ使うことで、このターンダイレクトアタックが可能となる。モンスターをセット。私はこれでターンエンド。どうした、君のターンだぞ。さあ、ハンティングの始まりだ。俺のターン、ドロー。オーバーレイユニットを一つ使い、ギャラクシーアイスサイファーブレードドラゴンの効果発動。来い、ギャラクシーアイスクラウドラゴン。ギャラクシーアイスクラウドラゴンのモンスター効果発動。現れろ、新たなる光の化身、ギャラクシーアイスブルーアーマーフォトンドラゴン。ランクアップエクシーズチェンジ。降臨せよ、ランク9、ギャラクシーアイスサイファーブレードドラゴン。オーバーレイユニットを一つ使い、ギャラクシーアイスサイファーブレードドラゴンの効果発動。墓地に存在するギャラクシーアイスクラウドラゴンのモンスター効果発動。バトルだ、受けるがいい。プレイヤーにダイレクトアタック。これで終わりだ。ネオギャラクシーアイスフォトンドラゴンの攻撃、アルティメットフォトンストリーム。そうか、君はこんなに強くなったのか。君たちは私の本当の弟だ。弟子はいつか死を超えるもの。クリス、あんたの思いは俺が受け継ぐ。